どうも、ゆうたろうです。毎日セキュン47都道府県制覇への道第42弾、今回は山形県に参りたいと思います。山形大学2023年の積分の問題。まず括弧1番は、この4次関数 C に対して点 P1 カンマ0における接線 L の方程式を求めようということですので、まずそれを計算していきたいと思います。そのために微分を計算していきましょう。 Y' っていうのはという風になりますので、接線計算していくと、傾きはこの X に1を入れたものなので4になりますね。まず接線 L の方程式は Y イコール 4X-4 という風になりそうです。続いて括弧2番、曲線 C と L の共有点の座標を求めようということなので、これはイコールで結んで解いていきましょう。はい、このような公式方程式になりますね。このような公式方程式解くときは、 X に何を入れたらイコール0になるかっていうのを求めていくんですけれども、今回はもう接点の座標が分かっているので、つまり1を入れたら0になるっていうことはこの情報から分かっているわけですよね。なので X-1 を因数に持つっていうことはこの時点で分かりきっているということですね。さらにこれが接点なので、接点ということは重解を持つというような感覚で大丈夫です。つまりこれは X-1 の2乗っていうのを因数に持つっていうことがもうこの時点で分かってるわけですね。あとはこれの割り算を計算していけばいいという形になります。ということはこれ共有点2つとも接点になりそうですね。なので共有点の座標としては、一応他のとは言われてないので、最初の点 P も一緒に答えに書いておきましょう。で、1カンマ0も答えた上で、マイナス2カンマ、マイナス12かな、というふうに2つ出てきます。続いて括弧3番、曲線 C と接線 L で囲まれた部分の面積を求めようということで、まあ、括弧によりこの共有点っていうのは2つとも接点になってるっていうことが、この因数分解の形で2乗2乗重解ってことが分かってるので読み取れるわけですね。ということで書いてあげると、ざっくりまずイメージを書きましょう。囲まれた部分っていうのはここの部分の面積を求めるというイメージですね。ということで、じゃあ計算していくと、もうこの積分計算、せっかくならこれ一つ一つやっていくというよりは、これの因数分解がこういう風になるっていうことは分かってるので、その形に持っていきましょう。こういう形ですね。で、これをなんか部分積分みたいな形でやっていけば、結構計算楽にできるんじゃないかなと思います。こうやってあげると、この1を入れた時、マイナス2を入れた時がこれが0になってくれるということですね。で、こちらも同じくここが0になるということで、この計算をしていくと10分の81というふうになりそうですね。それでは答え確認していきましょう。はい、合ってましたね。で、今回の積分の計算の工夫のポイントなんですけれども、僕はもう2回部分積分すればうまく消えてくれるかなというふうにやっていったんですが、結構このあたりとかね、中括弧しっかり考えてないと符号のミスとか起きやすいので、今回ので言うと、例えばこの x-1 の2乗、これをx+2-3 っていう風に捉えてあげて、同じ x+2 っていう塊をたくさん作ってあげると。で、これで、分解して計算してあげて、この x+2 の塊を持ったまま持っていくっていうやり方でも計算できそうですね。まあ、それでも結局マイナス2入れた時に0になるっていうのは計算でかなり楽になるので、まあ、こういった工夫もいろいろ練習しておくと、スピード短縮になるかと思います。というわけで、次回は宮城県に参りたいと思います。それではまた。